さあ、トンの4曲は一本場です。親はフェニックスの登場に変わります。ドラは数万、この親番のために先ほどは一旦迂回した。ヤンソーがあんこです。メンツは一つ。さあ、どこから打っていく。シャーからなんちゃにはアサミです。赤ウッピーなんて掃除で一面、掃除で二面完成した。チャンス。ペン3番がドラ表示合い待ちです。ポンはん第3弦、第3弦、まあ、ただ一番第3弦まで必要ないところって言えばないところですけどね。いやでも個人 MVP ありますよ。龍が重なっちゃえばって感じですけど、初3山、白2山、アサミのペン3番持ってきちゃった、ま、これはアサミさん怒っちゃうよ。あなた今それつぼ切ったわね。あ、いや怒ってる怒ってる。今ちょっとだけちょっとだけ顔が緩みました。アサミはあなた、あータコになってます、タコになってます。戻りました。私しか見えてないモニターでした、すいません。完全にふてくされてましたよ今。プーっとなってましたもん。ふてくされてたはちょっと違うような気もしますけどね。ムカついてた。ムカついてるわけじゃないですもんね、まあ、言葉難しいな。難しいですけどね、日本語は難しい。お、テンパイじゃないですか、ドラタンキ、ドラタンキヤミ店。これどうしてリーチしたんですか。岡田さんが本一に見えるんじゃないですか。そうです、ね、岡田からなら今なら数万ポロッと出るかもねって、うん、それがなんと三枚山だって。三枚山だって数万積もったら跳ねまんよ。いや岡田さんだって今数万引いたら打つでしょ。捨てます、捨てます、余裕で捨てます。てか先に捨てたいっすもんね岡田はもう、うん、いやこれ滝沢音も楽やみて、これさすがにやみてんがカンパされることはない。大チャンスです。岡田がピンチだ。岡田ピンチだぞ。ここで数万は打ちたくない。いやただ積もられたら東条さんピンチだからね。確かに親番だもんね。うん、おペンチも入った。いいシャンテンですか。いいシャンテンですね。うん、こうピンチと言ってしまえばね、はい、ちょっと自分が掴む危険はあるけど他の人から数万出ませんからね。ちょっと待ってください、浅見だって数万今危ないですよ。もう両面両面のいいシャンテンですよ。本当だ。で急走余ってるのは急走なんですけど、まあ岡田に想像が高いんで数万積もげるかもしれないですよ。さあ東条くっつきのいいシャンテンどう取る。いいピンが振り点だが、いいマンと9ピンのくっつきではちょっと不満でしょう。いいマンを切っていく。いやこれ数万結構危ない。東条以外みんな捨てちゃうんじゃないですか。白のポン、ヤンパーソンの二度系いいシャンテン。リュウハションパイ、ションパイです。いや武田さんも想像切りづらくなるね、こうなると。確かにリュウハ持ってきたらどうしますかね。ハツが三山でドラの数万も三山ですよ。どっちが先に顔を出す。うわ深いね4万。岡田さんの手からリュウハ出てくるとね、はい、まあ8000までかなってイメージで。あ、テンパイだ。これはリーチだ。第3弦覚悟で行くっきゃないぜ。これは覚悟でいったね。初チュンポンされてて初がションパイの状況、自分は初1枚持ってませんが行きます。来た、サブロー総体スチーマンだ。とんでもないめくりになめくりになります。スチーマンめちゃめちゃいっぱいあるんだよね。数万が3枚、これ岡田さん両方切れないので、はい、そうですね、こうなりますね。ローピン1人中筋だけいった。スモ数万一発、4000は4000、裏ドラ1枚4000オールフェニックスの登場利用。ここは気合です。リーチツモ一発ドランが4000は4100オール。藤崎さんこれは交番に答えたんじゃないですかね。面白かったね今の曲ね。